ちゃ。こんばんは。今日も月が綺麗ですね。もういいんじゃない、その入り方。キユさん。うるさいわ。うるさい。キユさん。切るぞ。キユさん、私たちは仲間じゃないですか。ボン。ちゃ。キユさん。はい、はい。というわけで始めましょう。今日は、はい、いつもはゲストの方が来て、はい、ツイッターでゲストの方に聞きたいことを募集していましたが、羨ましかったね。羨ましかったですか。あ、それは羨ましいよね。私、豊さんに聞きたいこと何ですかとツイッターで募集しました、はいはい、そしたら若干ですね、武豊と間違えて武豊さんにこの質問してくださいという方もいらっしゃいました。ディープインパクトね。はい、いましたし、今村豊さんとも間違えられたかと思いました。ボートレースの山口出身の今村豊さん。豊多いからね。え、吉田豊さんもいらっしゃいますし、だ結構豊っていらっしゃるんですよね。いるよ、多い多い、はい、多いですよね。だちゃんと名字つけなきゃなと思ったんですけれども、ちゃんと高木豊さんでも質問来てます。そら来なかったら寂しいよ。本当ですよね。めちゃくちゃ寂しい。みんな興味ないのかと思っちゃいますもんね、はい、じゃあまずは、ロケッツさん、いつもありがとうございます。はい、豊さん、現役時代、はい、まあ、苦手としていた相性が悪かった投手、はい、ベスト3まず教えてください。ベスト3は川口、はい、あ、広島の川口さん、うん、はい、西本さん、巨人の西本さん、はい、清川、清川さん、広島の中継ぎで投げてくるピッチャーがいたんだけど、はい、このピッチャーは速かった、クイックが、清川さん、うん、じゃあまず、あの、じゃあ清川さんからいきます。その中継ぎで出てきた、うん、あのね、はい、盗塁を争ってたんだよね、翔太、はい、と、うん、で、俺が打席に入ったら向こうがピッチャー交代、うん、清川、まあ左対左、うん、で、変則だということ、もう何とかして出なきゃいけないから、はい、バントの構えしたんだよね、早く、うん、そしたらサードが、あ、セーフティーバントだと思って突っ込んでくるよね、はい、プッシュバントしたんだよ、はい、そしたら頭の上抜けて、はい、ヒットになった。あ、そうなんですね、うん、で、2つ差だったのね、はい、だから2投3投しなきゃいけなかった、はい、もうこれで投げるんだよ。はいや、もうバッター関係ないんだよ、もう、まあ、走らせないために、うーわ、はや、もうこれだから走れないじゃないですか。走れないよとか思ってたよ、はい、でバッターも待ってくれるじゃない、盗塁、はい、をかかってるし、うん、でその時っていうのはもう今ではもうなくなったけど、消化ゲームっていうのはたくさんあったんだよね、はい、優勝決まったら、うん、あとはタイトル争いとかさ、注目されてて、うん、これで投げられるとさ、もう足も手も出ない、無理ですよね。いやでも走った、いや完全にアウト、アウト。そりゃそうだよ、走れないよ。無理だ、無理ですよね。じゃ完全にもう足封じされてたわけです ね、清川さんには。で、まあ、川口投手、川口投手は、うん、まあ屋敷も言ってたけど、はい、癖を逆利用するんだよね、うん、で癖ってあったのよ、だから走りやすかったの最初はね、はい、でもその癖に彼が気がついて、うん、その癖のまんま、うん、あのホームに投げる癖があった、はい、それで牽制してきたんだよ、うん、だから飛び出してさ、こっちが、あ、こいつ癖知ってるわって自分のと思って、もうそれからはもう疑心暗鬼になって、はい、やっぱスタートで切り抜くかった、これまた逆に使ってくるんじゃないかとか、はい、そういうので。でも盗塁の対戦成績ではどっちに分があったんですか。どっちと、川口さんと豊さん、何勝何敗かありました。成功率、まあでも共同作業だからね、盗塁って刺すのにはね、キャッチャーもいるから、はい、だから、まあ、そんな覚えてないけど、うん、相性は俺悪かったと思う。スタートが切れなく終わったとかさ。あ、うん、巨人の西本さん、まあ、西本さんはやっぱ切れが良かったね、牽制、うん、も早いし、ホームに行く切れもあるから、うん、一瞬こうビクッとするんだよね、牽制、うん、かと思って、うん、まあ、そういうのでやっぱ苦手だったよね。あ、でも面白いですね、やっぱ豊さん足、盗塁のね、もう名手だったので、バッターボックスでの相性の悪さより塁に出た時の嫌なピッチャーっていうのがすぐ出てくるんですね。ああ、出てくる、覚えてるよね。ねえ、続いての質問なんですけど、はい、対戦してみたいと思う現役投手さんに、ベスト3、現役です、今やってる。いや、そりゃさ、うん、ダルビッシュ、あー、そっか、はい、大谷、大谷投手、マー君、あー、メジャー行くって1ランク上だと思うんだよね、はい、でやっぱそういうピッチャーの球を 見てみたいよ、うん、対戦して、うんうんうん、今全く反応できないと思うけどもう大谷なんか来たら避けられないよね、多分無理無理だと思う。あ、
いや、この3人は敗戦した人は幸せだと思う、はい、そうですよね、うん、まあ日本ハム2人じゃない、はい、で仮に日本ハムに在籍してたとしたらマー君しか対戦できないでしょ。そうです、そうです。それはやっぱ不幸なことだよね、うん、だ全員、まあ交流戦でセリーグでもいいですけど、まあ、パリーグのバッターで、楽天と日本ハム以外のチームの選手ということになりますよ ね、 だ か、 ね、うん、だからそれは体験しとけば、はい、やっぱり引退後に語れるっていうことだよね、うん、そうですね、一つの財産になりますもんね、うん、あ、いや魅力のあるピッチャー3人だよね。そうですね、はい、今本当に、ね、世界ナンバーワンピッチャーたちですからね、うん、で、豊さん、まあ、いろんな、ね、監督の下で、はい、されていたと思うんですが、一番支持していた監督っていらっしゃいますかっていう、はい、支持、うん、どんな支持、まあ、例えばなんか自分がいつか教えることになった時の監督像はこの監督が一番影響を受けていたかなとか。あ、ないね。ない。ない。へえ。やっぱ野村さんとか、うん、そういう方の下でやってみたかったよね、うん、広岡さんとか。ああ。やっぱ辻監督がいい監督の下でやってたじゃない。そうですね。うん、そしたらそれなりの言葉って残ってるよね。うん、いや、僕、俺は関根さんにはすごく感謝してる。はい。それなぜかというと最初に使ってくれた監督だから、うん、レギュラーにしてくれた、うん、まあ、その時に豊がこれからお前を使っていくと、うん、開幕戦2試合目、うん、開幕戦出れなかったんだよ。出れなかったんですか。うん、オープン戦全試合出たのに、はい、なんだよとか思って腹立ったら、うん、はい、まあ、一応開幕戦ということで先輩を立ててスタートさせたんだよね。で出れなかったんだけど2試合目ノック受けてたら後ろに来て、だからこれからお前を全試合使うと、うん、いいかって、先輩を納得させるだけの成績は残してくれと、うん、俺も腹を決めて使う、お前も腹決めろって言われたのはすごく鮮明に覚えてるな。がぜんやる気になりますよね。まあがぜんっていうかやっぱ責任を感じたよね。しかもその監督がそこまで信頼して、うん、まあ、あのね、一緒に心中じゃないですけど、うん、そこまでの考えでっていうのも分かりますもんね。分かる。だからといってこの人みたいな監督になりたいとか、うん、まあ、例えばそういうことはあんまり感じたことはなかったな。そういう目で見てなかった。あ、なんですね、うん、さあ続いていきましょう。アリスト海さんです。はい、昔の野球と今の野球どちらが面白いですか。このアリスト海さんは、うん、まあ、自分が年を取ったのもあるし、うん、まあ、選手のキャラクターの問題なのかもしれませんが、うん、今あまりその野球を楽しめてないですと。まあ、時代はどこに合わせていくかだよね、うんうん、まあ、例えば我々なんかは仕事上合わせていかなきゃいけないじゃない、はい、でもやっぱり今の野球っていうのは簡素化されてるというかさ、うん、やっぱ駆け引きというよりも、もうとにかく打つか抑えるかみたいな、はい、まあ、そういうことにもなってるし、あと AI というものが入ってきて、はい、誰も何もこう駆け引きというよりもこれをやったら負けるとか、うん、こっちに守らないと打球方向はこっちだとか、うん、まあ、いろいろあるからデータ化っていうのが一つの面白みをなくしてるのかもね。うん、まあ、あのね、大魔神佐々木さんも今のメジャーもそうなってきつつあるからなんて話もしてましたね。だからやっぱこう考えたりだとか、はい、読みが外れたりだとか、 AI だと読みが外れるなんてないんだよね、はい、傾向としてここに絶対来るみたいなさ、うん、そういうことを叩き出してくるわけだから、うん、だからそういうこう勝負勘で動くっていうことが少なくなってんのが物足りなさを感じてんのかなと思うよね。そうですね、あとほら昔の野球ってその選手でキャラクターたちすごい個性的な選手も、そうだね、今はね皆さんこうおとなしめというか、まあ、あのクールだったりもするんで、昔の選手ってなんかこう血気盛んというか、いやバッティングでもさ、うん、もうとにかく形にはめられるというかさ、はい、この入射角で、うん、このぐらいのインパクトゾーンがあって、はい、っていうスイングをみんな目指そうとするから、はい、だからなかなかこう個性的な人っていうのは少なくなってくるよね。そうですね、八重樫さんとか種田とかね、そう、種田、うん、こんなのすごかったですよね、うん、でも
なんていうの、トップの位置っていうのは全部一緒なんだけどね、はい、みんな。あ、そうなんですね。そうそうそう、ただ構えというものに関して、はい、やっぱみんな無駄を省くようになったよね。うん、まあ、あと自分がやっぱりいつの時代で青春を過ごしてたかによっても変わってきますよね。まあそうそうだね、うん、だってさ、この刀あるけどさ、はい、ね、うん、これ生きるか死ぬか、うん、切られたら終わりだよ、はい、そういった時に、うん、無駄なことってする？しないです。もう一番早く抜けるタイミングで、はい、やります、うん、だからもうそういうことになってきてる。そうですね、やっぱ弾も早くなってきてるしね。確かに抜く時にこの種田さんみたいな こんななってやります。こんななって構える人っていないじゃん。いないですね。ブスって刺される。そうですね、うん、続いて、瀬川さんありがとうございます。はい、豊さんが監督をするとしたら、はい、コーチ陣誰を呼びたいですか、はい、そしてどんなチームを作りたいですか。例えば1点をとにかく守り抜くチームなのか、はい、もうガンガン打ちまくって点取るチームなのか。まあよくそういう飲み会でさ、うん、もし監督になったら誰呼ぶって言ったら、うん、俺必ず一人の名前を挙げたの。それは元木。え、本当ですか。本当に昔から、うん、昔から元木は俺は評価してたから。え、な、それはそれは野球の方が違うの。あと人をたまれる力というか、はい、やっぱこう巻き込んでいく力っていうのは彼にはあるというふうに俺は信じてたから、はい、あ、そうなんですね、うん、どうしてもヘキサゴンのイメージがいやいやいや、あれはもう作ってるだけでさ。あ、そうなんですね、うん、でも野球のは天才的だからね、彼は。あ、そうなんですか、うん、じゃあ本当あの昨シーズンね、原監督が元木さん呼んで、うん、でやっぱりその選手に対しての信頼感だったりとか、で今年からヘッドコーチみたいな、はい、まあ、そういうことを昇格したでしょ、はい、俺はずっと元木を狙ってた。それ元木さんには言ってたんですか。実際元木には伝わってると思う。そうなんです、ね、伝わってると思うけど俺にチャンスがないよね。監督っていうね。いやだから俺は元木を、俺より年俸高くてもいいからお前来いって言うと思って。そんなにですか、うん、コーチとして。コーチとして逆にじゃあ元木さんが監督っていうのもありなんですか。監督とはまたちょっと違うけどね、タイプが、うん、タイプは違うけど、まあ監督もやろうと思ったら器用な人だから、うん、多分できると思うよね。あ、じゃあもし監督であればヘッドコーチは元木さん。もちろん。じゃあ、あのピッチングコーチは。ピッチングコーチは野村かな。あ、野村さん、うん、野村弘樹。はいはいはい、扱いやすいっていうのがある、うん、豊さんが、うん、やっぱそこも大事な要素だと思う、うんうん、やっぱみんなが戦ってるようじゃ、はい、やっぱまとまらないからさ、うんうん、で野村ってやっぱ物腰柔らかいし、はい、自分の意見はあるけども、うん、やってくれって言ったらやる男だから、うん、こうやってくれって言ったらやる男だから、うん、じゃあこっちの意見をちゃんと汲み取ってくれる、うん、という意味で。そうだね、そうだね。守備走塁コーチもう掘り下げるなお前。聞きたいなと思って。ああ、そう、守備走塁コーチ、はい、これ石井拓郎呼ぶかな。ああ、はいはいはい、まあバッティングでもいいんだけどね、はい、でもまあ石井拓郎はもう総合コーチとして呼びたいよね。呼びたい。なぜかというと、そのまま例えば元木がヘッドコーチで、はい、まあ監督に俺の後っていう筋書きもあるけども、はい、例えば俺の中に DNA っていうのがあって、はい、やっぱりやるんだったら DeNA の OB を呼びたいわけよ。あ、そうなんですね。でその中からやっぱ監督のこう昇格っていうか、うん、まあそういうこと道筋というかね、はい、まあそういうものをこう描くと、やっぱり石井拓郎であったり谷重であったり、うん、っていうことを呼んでやりたいよね。うん、やっぱりそこは OB としての思いっていうのもありますね。その中でクッション的にやっぱ元木がいるんだよ、うんうんうん、それじゃ甘いとかね。あ、そこはちょっと言ってくれる。彼は言うから、はい、うん、で厳しいからね、うんうん、だからそういうことでやっぱ OB を呼んで、その中から道筋で、はい、うん、やっぱ監督に昇格していってほしいなと思うよね。なるほど。で、どんなチームを作りたいか。あ、どんなチーム、うん、これはね、野球は確率論で、はい、1点を守れるチームじゃないとやっぱり優勝ってないんだよね、なかなかね、うん、で、バッティングって水もんだからさ、はい、打てたり打てなかったりする、うん、守りっていうのは割と100に近い、はい、だから守る重心で1点を取る野球になるだろうね。なるほど。それは確かにホームランバッターも置くよ、もちろん、はい、うん、置くけども、配置は全然今とは違ってくるかも分かんないよね。
そうですよね、うん、もう面白いですね、聞いていくと。あの実はまだたくさんね、他にも質問聞けるので、はい、ちょっとこれは前編として。そうだね、はい、次回これが回ったら次もあるという、うん、回らなかったらボツにする。もっと面白いのも来てるのに。あ、わかりました。ぜひぜひ後編もお楽しみに、はい。